ED76 系電気機関車とは、日本国有鉄道が1965年から製造した交流用電気機関車である、九州地方の電化延長に際し、従前より使用してきた ED72 系、ED73 型の増病として開発された、既存に形式が搭載する水銀整流機は、運用や保守に特段の注意を要する難点があったことから、先に、 シリコン整流機を装備して開発された ED75 系の基本設計をもとに九州の輸送事情を考慮した仕様変更がなされた車両である。1965年から製造を開始した。1968年には北海道地区の電化開業用として500番台が開発された。使用環境の際から九州仕様とは内外構造の相違点が多い車両であったが、 車軸配置と列車暖房方式が共通であることを理由として ED76 系の一区分番台とされた九州用、北海道用合わせて139両が製造されている2017年現在 JR 貨物の電気機関車では唯一現役の D 級車である t r 1三3 d 型中間台車運転台交流電気機関車の事実上の標準形式となった ED75 系の使用をもとに、列車暖房用の蒸気発生装置を搭載するため、車体長を延長し、重量増への対処と軸重軽減のために、中間台車を設けた構成である。中間台車は動力を持たず、軸配置は、母に、棒と表される。制御方式は、ED75 型と同一のタップ間電圧、連続制御を採用する。これは、 河川電圧を高圧する主変圧器の二次側から巻線比の異なる複数のタップを取り出し、このタップ間の電位差を利用して主電動器に加圧する電圧を変化させるものである。しかしタップ制御だけでは電圧の変動が大きく衝動や空転の原因になるため気増幅器を利用してタップ間の電圧を連続制御している。こうして得られた電圧を 主整流器と平滑リアクトルにより直流に近づけ、MT52 系主電動機に流している。主変圧器は2 3 5 9区場の容量を備える。主シリコン整流器は、RS21A、低圧タップ切り替え器は、LTC-3 を使用し、ED75K300 番台と同じ、機器構成である。同台車には仮想新皿方式を採用し、 引っ張り棒を介して牽引力を伝達する点も ED75 型と同じであるが速度計は中間台車の重輪より検出する方法が取られている1エンド側に DT129C2 エンド側に DT129D 中間台車に TR103A を装着する SG 使用時の水と燃料搭載及びその消費による 重量変動が及ぼす制動性能への影響に対してはブレーキを過重増圧を装備して対策を行っている。吸収使用者は製造途中の9号機から中間台車に軸重可変機能を装備する。中間台車の空気バネの空気圧力を調整することで動輪の軸重を14トンから16.8トンまで4段階に変化させ、 軸重制限のあるローカル線でも走行できるようにしたものである。終電装置として空気上昇式のひし型バンタグラフが2機搭載される。北海道向け500番台についての性能及び構造の詳細については講述する。基本番台、編集トップナンバーの ED761JR 貨物に継承された ED7655 側面 ED7655 九州向けとして1965年から1976年の間に94両が製造された。前面は非関通構造となっている。1から8号機1965年に製造された。北部九州地区で ED72 型と共通に使用するための車両で9号機以降とは装備や機能に相違があり、運用も区別された。中間台車は 空気バネによる軸重調整が可能であるが、基礎ブレーキ装置は装備せず、SG 用の水と燃料搭載及び消費による重量変動を保証する機能に特化した仕様であった。全面スカートにはステップの切り欠きがなく、元空気ダメ引き投資クは装備しない。9から26号機1967年に製造された。全面スカートにはステップの切り欠きが入り、 後部標識版の廃止に伴い微動が飾りリング付きになった。11号機以降は、車体全面下部の踏み板を大型化している。中間台車は基礎ブレーキ装置を追加した t r 1 0 3 d 型で、軸重可変範囲も拡大されて、軸重15トン以下に制限された線区での運用を可能とした。1968年以降、 アレブ電磁指令式自動空気ブレーキを装備する20、軽脚車牽員に最初元空気ダメ引き投資下を装備する改造が行われた。27から30号機1969年に製造された。新生児より元空気ダメ引き投資下を装備し、主電動機は MT52A 型に、空気圧縮機は MHz 3 0 6 4ト c 3 0 0 0型に、電動送風機は ターボ式の MHz 3057FK91 バイト型に変更されている。31から54号機1970年以降の製造で、下枠交差型パンタグラフが採用され、車体前面下部の踏み板は小型のものへと戻されている。増費途中の49号機以降は空気遮断機から真空遮断機に変更され、屋根上機器の形状や配置が異なる。 本区分までは、車両番号表記にステンレスの切り抜き文字を用い、車体に近づけする、後天的な改造で番号表記をブロック式、ナンバープレートに変更した車両も一部に存在する。55から94号機1974年から製造された、正面運転台下の通風口が一箇所となり、尾灯は電球交換の容易な外はめ式として小型化された。 全面飾り帯は銀色塗装仕上げとされ、車両番号表記はステンレス切り抜き文字の敷付けからブロック式の番号版ナンバープレートに変更された。内部機器や低圧補助回路の構成は信頼性向上とメンテナンスフリー化に留意し、機器の小型密閉化など仕様の変更がなされた。車両各部の使用ネジが ISO メートルネジへ規格変更され、車体側面の名板には 丸の中に M のマークが刻印されている。1000番台、編集高速列車経引用の区分で、1970年から1979年までに23両が製造された。20軽客車及び1万軽貨車の最高速度時速 100km 牽引に対応するため、電磁ブレーキ指令回路、元空気の目引き投縮だ、大速度編製増圧ブレーキ装置などを装備したものである。 それ以外の性能及び、車体形状は基本番台とほぼ同一である。1001から1015 10機1970年、同時期に製造が進められていた、基本番台の基本性能に ED73 型1000番台と同等の高速列車系引用装備を付加したグループ。車両番号表記は、ステンレス切り抜き文字の時付けで、後年にブロックナンバープレートとされた車両が一部に存在する。 1011から1014号機1973年に増備されたグループ20系客車編成との連絡電話回線を含む K59 系ジャンパ連結機が省略された。翌1974年に増備された基本番台55号機以降と外観的特徴や基本性能は共通である。1 0 5から1 0 3号機1979年に製造された1 0 5号機以降は 鹿児島地区における桜島の荒廃対策のため運転室側窓に横引きユニットサッシが採用された。車両番号表記はステンレスエッチング文字のブロックナンバープレートに、主電動機は MT52 バイトに変更された。基本性能は1011から1014号機を踏襲している。500番台。 編集 ED76501 サイリスタによる無電固定圧タップ切り替え1968年から1969年にかけて22両が製造された北海道電化用の試作機として投入された ED75501 の使用結果をもとに改良を加え列車暖房用に蒸気発生装置を搭載した量産機である北海道向けであることから 九州向け車両とは、性能や外観が大きく異なる。外観上の特徴は大容量 SG 搭載に、伴う水と、灯油タンクの大型化、下枠交差型パンタグラフの装備、特別高圧機器のない屋根上、7列に配置された、専用エアフィルタールーバー、全面の貫通扉とタイフォン設置などである。これら北海道向け装備の搭載や大容量化により、車体長は、 基本番イより1メートル延長されて、F9 機並みの18.4メートルとなった。制御装置は無電固定圧タップ切り替えを踏襲したが、移送制御は、直増幅機に代わり ED75K500 番イで、採用されたサイリスタとした。S 型では全サイリスタ制御方式が採用されて、いたが、本区分では誘導障害対策から、タップ間電圧の移送制御に止まった。 電源周波数は 50Hz 専用である重量貨物列車運用を考慮した重連装活制御が採用されておりスカート部には重連装活制御用のジャンパ連結器が設置されている制動装置は重量貨物列車検引時の制動距離短縮のため短期増圧機能を持つ国間地での運用にあたって体感、大切対策が特に強化されており 冷却風の車内循環や自然通風による粉雪の侵入防止、特別高圧機器の室内配置、各部への凍結防止ヒーターの追加、中鉄製リンゴを軽く当て続けて発熱させる、大切ブレーキの装備など、重装備となっている。投入線区である、函館本線、小樽朝日川間は、電化に合わせ軌動強化が済んでおり、全区間軸重16トンでの運転が可能であった。 ことと定期客線区への入線もないため、中間台車 TR103 回形による、軸重調整は、重量列車起動時の抜重と陶器の SG 運転に、伴う水と灯油の消費に合わせた調整のみに用いた。あとに、50K、5 1系客車連結の普通列車において、出発合図を送るためのブザー回路も追加されている。客車列車の電車化が進展して運用が減少し、 1994年までに551号機に改造された514号機を残して全車が廃車となった。550番台、編集 ED76-551 生管、トンネルの旅客列車増発に当てるため、ED79 系の増備として、当時の余剰機の中から514号機を捻出、改造した機関車である。種車の SG は撤去され電気暖房仕様となったが、 採用した変圧器に電気暖房用の四字巻き線がなかったため代わりに電気暖房用の補助変圧器を搭載した。制御方式も ED79 系基本番台の仕様を踏襲し、ED79 型と同じく変圧器と低圧タップ切り替え機はそのまま使用し、サイリスタ整流器は従来の立候専用のものから ED79 系基本番台、50番台と 同仕様の改正制動可能なものへ交換されている。その他仕様も ED79 型を踏襲し、堺需要変圧器、高速遮断機、立行、制動転換器などを搭載している。保安装置は、静函 ATC を搭載するが、ED79 系基本番台と異なり上り下り、それぞれの信号を自動判別するため、機関車のエンドが入れ替わっても、静函トンネルを走行できる。 外部塗色は、車体下部全集を灰色とし、塗装境界部に白色の帯を配する。当初は、複数機の改造が計画されたが、機関車不足時には、日本貨物鉄道の e d 7 9系5 0番台を借りて対応するといった、運用体制の変更によって、改造は551号機の一両のみで終了した。1999年には、 箱館本線電化30周年記念の特別列車牽員に使用するため赤2号の単色に復元され2001年に廃車されている。北海道の500番台、550番台はすでに全車が廃車され2016年現在九州地区に JR 貨物所属の基本番台と1000番台が残るのみである。運用開始直後より低圧自動運転可能な SG3 バイト S 型。 蒸気発生装置の操作性の良さから、蒸気暖房が必要な一般客車列車や荷物列車などを中心に使用された。電化の進展とともに増備を重ね、九州全域で客車両用に使用された。高速列車運用に特化した千番台は当初、鹿児島機関区に集中配置され、鹿児島本線を中心に高速線魚列車、飛び魚、銀輪のほか、ブルートレインから、 荷物列車まで幅広く運用に充当された。1970年代後半からは1 4系、2 4系客車へ置き換えが進み、ブルートレイン検引機に使用の制限がなくなったことや、e d 7 2系、ED73 型が淘汰されたことから本形式は、九州地区での事実上の標準機として使用されることとなる。北海道では、函館本線の小樽旭川間で、 貨物や客車列車の牽引を行ったが、電化区間が千歳線にも伸びたが、ほぼ入線せず、函館本線内のみの運用に止まった。1980年代に入ると、年々進む貨物輸送の合理化と荷物列車の廃止や、動力近代化によって、南九州地区に数多く残っていた、一般客車列車の電車化が進むと、一転して、 本形式にも余剰が発生するようになり、基本番台を中心に、経年15年程度の車齢が若いものも旧車となっていった。国鉄分割民営化を前に半数近くが廃車され、基本番台は、九州旅客鉄道に36両、日本貨物鉄道に7両、1000番台は18両が、日本貨物鉄道に承継された。500番台は16両が、 北海道旅客鉄道に承継された。小樽駅に停車中の客車列車500番台を空地運転所に配置し、函館本線の電区間で休行、大雪をはじめとする、客車列車や貨物列車の経引に使用された。JR 発足直後より、旅客列車は721系電車の投入により、電車化が推進されたことで本区分の運用範囲は、全時縮小した。貨物列車などは、 DD51 型や DF200 系統のディーゼル、機関車を電化区間へも直通させる運用方針がすでに取られており、貨物機への転用もなされなかった。末期は五両が残存しおたる岩見沢間の運用に当てられていた。1994年に全車が廃車となり、同時に所属していた空地運転所も閉鎖された。1991年に改造された551号機は、 青函運転所に転属し、津軽海峡線で、快速、海峡をはじめとする、客車列車の牽引に当たった。ED79 型よりも車体長が長く、駅構内での停止位置が異なるために、運用上特段の注意を要し、場合によっては、旅客での客車が多い際に、青森駅に入港できない件も発生したため、トワイライトエクスプレスなど、特定の列車に集中して使用されたが、 一両のみの存在ということもあって2001年3月31日付に廃車となった。パノラマライナーサザンクロスを牽引する ED76-78 基本版台を大分鉄道事業部大分車両センターに配備し、ブルートレインや他社から乗り入れてくる臨時列車の牽引に使用されていたが、客車列車の減少に伴い、所要数は全時減少していった。 最後まで残存した定期運用は、新大特急、富士、はやぶさであったが、2009年3月14日のダイヤ改正で同列車が廃止され、定期運用が消滅した。その後は、ブルートレインのリバイバルトレインなどを牽引していたが、2012年11月中に、最後まで所属していた三両が廃車され、JR 九州から電気機関車が消滅した。外部色は、 一般的な赤2号であるが、車体側面に重複された白い縁取りのある赤色の JR マークが JR 九州所属機の特徴である。所属の前機にエアコン追接がなされ、機械室内に室外機の設置がなされている。78号機はジョイフルトレイン、パノラマライナーサザンクロスの専用機とされて、カラーリングも変更されたが、1994年に廃車となっている。 鹿児島貨物ターミナル発梅田業貨物列車を牽引する1013号機 JR 貨物職 ED76008 牽引急行、開門2019年3月現在では基本番台2両と千番台8両の軽重量を文字機関区に配置し九州一円で主力機として運用する一部廃車が発生したものの後に JR 九州より2両を購入している SG は使わないことから撤去され、代わりに始中と運転席用エアコンが取り付けられた。外部塗色は赤2号であり、車体側面の JR マークは一般的な白文字のものが使用されている。1987年から37.1011の2両が JR 貨物の試験塗色に塗り替えられたことがあるが、1992年以降は赤2号に戻されている。 軽年老朽化の進行に対しては1995年より更新工事が施行されている。対象は、真空遮断機を装備した後期車で、主要機器の交換やオーバーホール、配線配管類の取り替え、車体外反や構え体の徹底補修と再塗装等を集中的に行うもので、主電動機を、車軸側の軸受けを、コロ軸受け化した。 MT52C 型へ交換したものや、乗務員室扉をステンレス製に取り替えたものもある。更新工事試行機は側面に白帯を入れ識別している。当初は、側面白帯の位置や塗り分けに多くのバリエーションが存在したが、1995年更新試行の1013号機を除き、側面製造名板横に白帯が入る塗り分けに統一された。経年の進行した、 本形式の取り替えを目的とし、新形式の開発を行うことが発表されている。発表から10年余り経過しているが、具体的な開発状況は不明である。その一方、2014年から2016年にかけて、ATS 改造工事を受け、ATSSF 型に ATSDF 型を追加更新している。ありがとうございます。